とうございます。おはよう。なんかめちゃめちゃ組んでる気がする。おはようございます。今日はお疲れ様でした。ありがとう。顔がむくんどる。昨日のケータリングが美味しいものありました。あのね、うどんがあると思ったらなかったんです。すいません、アラームが鳴りました。悲しかった。もううどんの気持ち満々だったから。おはようございます。アラーム止めてきました。香川にリベンジで食べに行かなきゃ。そうなんよ。夜公演のツインが優勝でした。本当？もうね、マッサージ始めます。髪型迷いすぎてどうしようどうしようってなってたんですけど、あのぐるぐる巻きツインテールはなんと福田あかりパパの案なんですよ。ありえん、可愛かった。ほんま？大丈夫かな21歳って思ったけど。ツインテールマジ可愛すぎて。優しい、ありがとう。そうそうそう、もっと高くしろってタマピオからあのご指摘いただいたけど、私はここまでしか無理ですって言って言った。まあいつか。ひなちゃんはサイルポニーでした。はよ。ひなちゃん昼ハーフ、ハーフツインで夜サイドポニー。見送り緊張すぎた。ただお辞儀しただけ。年齢で高さ制限あるの、私の中でね。気持ちがね、朝食食べてない。昨日かっこよかった。ありがとう。いい席におられましたね。
仕事行ってきます、バイバイ、いってらっしゃい。なんか私の親が言ってたんですけど、ニコ生さんのあれが流れるじゃん、コメント生放送こうシュシュってあそこに「未知の足が細いだと?」って書かれてたらしい。なったなって見た気がする。ほんま?わーい、今もマッサージしてます。昨日見てて驚く細くなったと思った。ほんま?ニコ生みも驚きの細さ。さあなったってコメントは確実に見た。やったー、遅くなったのおめでとう。まあもうちょっと高みを目指すけどね。おはよう。ナンバーシングル発売記念で高みのチン、やで、はよ。頬のあたりがシュッとしてる。1年前は丸かった。1年前丸かった。早起きの楽しかった、ありがとう。でもね、足だけじゃなくて全体的に痩せたんですよね、きっと。顔もめっちゃ言われるし、まあ上半身そんなに、顔以外はなんか見えんけん、もともとそんなつかない人だしあれだけど、ミヤクリの時サングラスステージのグラサンマスクにしてた。そんなことしてたの。今日は僕の誕生日で19歳になったよ。それでプレゼントにトイプードルを買うつもり。素敵。はやぶささん、お誕生日おめでとうございます。よっ、よいしょ。はやぶささんおめでとう、ありがとう。ヤプサさん、トイプードルと素敵な日々を過ごしてください。ね、お昼のサイレントを見送り会がシュールすぎて、夜はちょっと音流してくださいって言ってサングラスステージ流してもらった。おはよう。チャマくんをお迎えするときってチワワって決めてたのかしら。決めてはなかったんですけど、チャマの前にいた子もチップくんもチワワだったから、なんかチワワにしか目がいかんかっただと思います。でも
私もプードル飼ってみたいの、トイプードル。あの犬アレルギーなんですけど、トイプードルって毛が抜けんって言うじゃん。じゃけんトイプードルなら一緒に寝れるかもって思って。その代わりトリミングが大変っていうけどね。恋人いない選手権ほんまに未知のあおり最高すぎて、ほんま？めっちゃ笑った。嘘。ドキドキしてます。あそこはいつも、クマありがとう。9月2日はカレンダー的には秋っす。いや、その発売日はそうなんですけど、そうじゃなくて、おもこいだって。あ、そっか、秋か。咲き始めたばかりのひまわりの道は、あれか、覚えてる話だから、過去のことで、だからちょっとその後の話なんだ、歌の時系列は。まあちょっとでもないね、後の話。秋っぽい要素ないかな。秋曲での神曲は決勝じゃない？私決勝が好きなだけだけど、20日発売になった美月さんが17日のゼストにもゼスト出て3日後 CD 発売されます。今でも予想だけど作詞は秋元さんな気がする。すごいね、そんなすごいじゃん。すごっ。はいよ、嬉しい。オリジナル楽曲が増えるなんて。なんか独り言の時もそうだったんですけど、 CD が3枚3パターンだったじゃん。おもこいの時もさ、おもこいじゃない、独り言の時もそうだったんやって思ったけど、なんかそう、カップリング楽曲3曲しかなくて、でもいっぱいさ、お腹鳴った、お腹すいた。AB と劇場で4曲、4曲？暗闇の頃が懐かしいね。デビューの暗闇はめっちゃタイプあった。そうなんですよ。
STU48 何々バージョンがもう大量発生だったからね。え、でもジャケ写はさ5パターンあったよね。初回限定と通常。あ、カップリングの話です。カップリングが3曲、表題は抜きと考えて。なんですけど、前回カップリング3曲で、で、それで瀬戸内 PR 舞台と、あの歌うまと、もう一つがさサンブラステージだったって考えたら、なんかね、いっぱいメンバーがいる中で一気ドラさんの楽曲をもらってったのはすごくありがたいことだったなって改めて思いました。最初に表題は含みませんって言っておかんと。カップリングはって言ったよ。カップリングの話をしようとしてたんですけど、カップリングは3曲って言った。カップリングも楽しみね、本当に。今までめ本当にありがたいことにさ、カップリングさ、なんか参加させていただいてるので、いつも上げ足だ間違えてないんだけどね。2期生の次は2期生の楽曲ありそうですね。昇格してプリング作詞も秋元さんの気がする。贅沢や、はよ。STU48 誰好き、2枚目って出向？違う違う、2枚目は制服の重さ。3枚目が誰かといたい出向を夢力。4枚目がん違うか、んそうか、4枚目がチーズウィッチ。5枚目が誰かといたいは2枚目じゃ、2枚目だっけ、誰かといたいって夢時間2枚目、あ、2枚目だったっけ、人質の妹、あ、そうだ、
ずれてるわ。道ずれちゃ寒い。ST48 と誰好き？誰かといたい？夢路から制服の重さは？誰かといたい夢路から制服の重さは次？制服の重さ3枚目がメッチースイッチ。おはよう。4枚目、あ、メッチースイッチ出向。4枚目が瀬戸芋。5枚目が各駅出向も2枚目？わし2枚目めちゃめちゃ活躍してるじゃん。 STF48 誰好き？誰かといたい夢路から出向。2枚目って、私ウィッチーズウィッチん？あ、そっか、ウィッチーズウィッチセトイモ。各駅サングラス。なんか、あ、奇跡、そうだ。なんかないと思った。制服の重さありました。え、言った気がする。 STU 誰好き？出向誰かといたい夢路から。あ、言ってないかも。夢路から制服の重さ、ウィッチーズウィッチ、奇跡は4枚目だっけ。ウィッチーズウィッチ、瀬戸芋、奇跡、各駅、サングラス。言ってなかった、いっぱい言ってたんだ。11曲？おはようございます。すごい。11曲か。私が参加したカップリング楽曲は
ステイの曲昨日全部聴いたけど全部で43曲。おおすごい。 STU のカップリングの話です。すみません言葉足らずで。カップリングですが STU の話です。 STU のシングルが発売されるので、その中で4曲センターなのもすごい。誰かといたい。Which is which? セトイモ。サングラス。まあでもサングラスデイズと各駅は。センターって感じじゃないけどね、私の中であんまり。まあ各駅はリードボーカルだからめちゃめちゃ歌わせていただいてるけど、ね、まあ、センターってわけでもない。まあ、センターに入れてないけど今誰もセンターと思ってないかもだけど、ロミチコッコミチセンター誰かと言ったいって言いましたよ。いや各駅停車は名曲ね。実質瀬戸内の妹が一番センターっぽい。わかるその気持ち、私もそんな気持ち。ウィッチズイッチもねぽさはあるけど、朝少し喉が痛いので病院行ってきます。行ってらっしゃい。病院も行った方がいいよ。各駅停車と誰かといたら未知の声が分かりやすいので好き。嬉しい。名曲ね、里芋も各駅名曲。うちの妹やりたいんですよね。あんまり披露してないし。なんかね、曲数も CD の枚数がっていうか CD のパターンというか、なん何時代の CD のタイプが減ったからさ、一瞬のセルでやりたい。めっちゃ好きやの曲。おはようございます、コメント使いました、ありがとう。タイプが減ったからさ、カップリングに入るのも毎回ね、カップリング楽曲に選ばれるかの不安が4枚目ぐらいからずっとあった中で、こうやってねずっといただけてるのはありがたいことだなって。みちはゆったりカップリングのイメージ。本当？私結構いろんなジャンルあるなって思ったけど、チーズウィッチとか、まあ確かに瀬戸芋、各駅ゆったりしてる。誰かといったらもゆったりか。お忙しいかと思いますが、イラスト見ていただけるごめんなさい。あの引用リツイートとかして、あの私のアカ
カウント名とか載せてくださると通知送ってくださると嬉しいです。してくださったかもしれんけど、もう一回4枚目シングルの収録曲めっちゃ好き。おー、怒ってないこと、そう見つけるのが難しいからね、ごめんね。ハッシュタグ村だよりとかでもごめんなさい、お手数ですが、うん、波音のオルゴールめっちゃいい曲じゃね。いやもう最高だなって思った私も。でもあの真夏のクリスマスロースももう一回見たいけどね。クリスマスローズのメンバーがね、千穂ちゃんが変わって5人楽曲になって波音にしたから、そうそう、なんか全部楽曲練習するよりちょっと前にツアーのレッスンとか始まってたと思うけど、そうちょっと前に決めてて、真夏のクリスマスローズな素敵、まあ、全部素敵なんですけど、あんな素敵なのに一回じゃもったいないって思うんだよね。やるじゃん、めっちゃ嬉しかったよ。よかったよね。しかも浴衣の女子は最高でしたね。そういいでしょ。感謝をしてください。みんなの歌も良かった。リス、ね、海にも入らないし日焼けもしたくない、めっちゃみんな声綺麗だった、素敵だった。今日って月曜日ですよね。昨日の夜公演です、たくさんいただき、ああ、ありがとうございます。フラデールいただきます。ありがとう。BD って何？ブルーレイディスク。TikTok 楽しみにしてます。もう撮ったので載せます。昨日いっぱいもばめありがとう。そうそう。なんか。ツアーでね、気づけばもうすぐ終わりの時間になってて、やばいやばい、メール送らなきゃって送ってたらいっぱいになった。10通ぐらい送って昨日、多分プレゼント2周年コンサートのブレ、お誕生日プレゼントに、ペラ夜公演で大きしと爆笑してたの何してました。
いつ？アンコール？ドリアン？青いひまわりはシングル発表ないのかな。バンド曲もっと聞きたいですね。にゃね、いつかできたらいいなとは思うけど、頑張ります。私のギターをもっと上手にしなきゃ。そうそう、おんぶ、あそこはおんぶしてなんか徘徊徘徊するふりなんですけど、あの私は昨日 そのターンになった瞬間に、あの袖にはけて、でおきちゃんを袖でおんぶから下ろして、あの逃げたんですよ。あそこはいつもそのフリーなんですけど、置いてってみたら、そう追いかけられて和解した。そこで多分めっちゃ笑ってたんだと思う。そうそう、でした。伝わってたかな。チポの絡み面白くて好き。本当ですか？起きだけに起きすぎ。ひどい。また地震だ。うそ、アイコンタクト多めなのわかる。マジ？福ちゃんには静かにされてて衝撃を受けました。すごい、見てくださってる方いるんだ。大丈夫ですか？地震？福ちゃんの洗濯機すごくない？一人勝ちしたの、びっくりでした。嬉しかった。でも福ちゃんのことだから、こたつに誘導してるんだろうなとも思って、っていうのは簡単すぎた。マジか。理解が深い。だったんです。嬉しかった。あとなんか、なんか理系だからさ、福ちゃんって理系洗濯機が一番好きそうって思って
なんかね、上から下、下から上みたいな福ちゃんも言ってたけどさ、だって入れてボタンを押したらもうさ、洗って乾燥までさ終わってたりさ、まあ、乾燥ついてなかったらあれだけど、なんかね、科学の力というかさ感じるじゃないですか。こたつはまあさ、あったかくなって布団の中あったまるって感じだからさ、理系が好きなのは洗濯機なのかなって思った。科学の力なら電子レンジだと思います。まあでも正解は洗濯機なんで。電子レンジはないなって思った。だから電子レンジの話はしてませんでした。感想ついてる。おきちゃん結局ただの暴露だった。でも福ちゃんの住んでるところ洗濯機ぐるぐるしてるところ見えないと思うからさ、多分実家で見てるのかなって思った。だよ。コインランドリーはいかんやろ。ミニはそこまで好きだったらすごい応援したくなる。美女で拍手。あ、本当？ね。ユーチューブ。YouTube 洗濯機回るみたいな。面白すぎる。確かに。そんな履歴があったら。まあでも福ちゃんみたいな人に刺さるかもしれないですね。そういうなんか家電が動くだけの Vlog みたいなVlog というか ASMR というか癒しの映像みたいな。ドコアですね。来る人が少ないかもしれんけど、分からんけど、でも確かに私は電子レンジが動いてるの見るの好き。あのまあ電子レンジが動くというよりか中のさ食べ物とかもさ、なんか電子レンジの中で焦げてきたり膨れたりとかさ、いろいろあるじゃないですか。わかるかもね。だから確かに刺さる
っちゃ刺さるかもって思った今。 YouTube にあった動画マジ？もうやってる方いるんだ。まあ、そうですよね、あんなに盛り上がってる YouTube 界だから、そういう専門の方ももういるよね。一歩遅れたな、気づくのが遅かった。回る洗濯機を眺めるってタイトル良い。3年前、あ、じゃあいけるかも。次世代家電 YouTuber みたいな。もうなんか説明とかをするわけでもなく、全然ただ家電が動いているところを撮影して載せるだけ。なんか文字とかも入れず、ほぼ撮影マイクにこだわったし、確かに。電子レンジもあるんだ。超高速回転するニンニク気になる。悔しい、見たい。1年前のが7000回再生、あ、すごい。ファーストテイク。開封系実況ねえ、なんでニンニクチンしようと思ったんだろう。何かの作用でめっちゃ回転それどんぐらい再生されてるんですか。君の好きな家電は何か、何なんだろう。好きな家電、難しいね。家電でも電子レンジかも。560回しか再生されなかった。マジ？洗濯機を眺めたい人向けの 3D 動画あった。やば、おるじゃんもう。エアコンスムージー作り。掃除機も意外と好き。プロジェクターは別に好きなわけではないですね。めちゃめちゃ言ってるけど。何時まで配信？あ、8時半だ。もう好きと欲しいは違くない？知りませんが、好きだから欲しいわけじゃないからさ、家電は。僕は冷蔵庫が好きです。たまに入ります。
とでかいんですか冷蔵庫。危ない。そうそうそう。そっかいな。難しいな。好きだから欲しいじゃない。皆さんが物を買うとき全部好きだから買ってるんですか？皆さんがというかね。電話利便性好き。なんかプロジェクターはただ映してくれるものだけどさ、電子レンジとか動いたり、あの中の食べ物が変化したりとか、そういうところに惹かれる。家電の中では。好きだから欲しいわけでもなくて。確かに。あれも欲しいと思ったことある、あれ。なんだっけあれなんだっけ、忘れちゃった。まあプロジェクターはプロジェクターが好きというよりかはアニメとか映画とかが好きだから、それをもっと楽しめるように欲しいみたいな感じなので、別にプロジェクターが好きってわけではないですね。プロジェクターを通して見れる世界が好きって感じ。何に使うやつ？忘れちゃった。今私が何を言おうとしたのか忘れ何だったっけ。あ、もう何も覚えてないや。あれあれ、カチャカチャ、ドゥ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 、ずる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 。ずるずる。そうそう、レコード。レコードだけど、なんていうの、レコード流すやつって。ジュークボックス。レコードは分かったんよ。掃除好きな人が掃除機を買いたいと思った時に掃除機が好きじゃないと言えるのだろうか。言えるでしょ。好きと必要は違うでしょ。あのなんかさ、
スズランが開いたみたいなやつ欲しい。まあ確かにね、レトロが好きなので、はい、アンティーク好きです。でもね、私の母方のおばあちゃんがめちゃめちゃアンティーク好きで、なんか私の母も好きで私も好き、じゃアンティークの家具、このビューローもそうだけど多分とか、アンティークのアクセサリーとかめっちゃ持ってるおばあちゃん、おばあちゃんからもらいました。そう、ランプもかわいい。ティークいいよね。はよー、ハート時計時計はちょっと電波時計でいいかな。はよー、アンティークの扇風機かわいいよね、あのブリキ調みたいな、わかる。ルカコさんの新作マジ見なきゃ。最近手に入れた食品サンプルってあるの？ない。食品サンプルも別にね、見るのが好きなだけで。アンティーク趣味で言ったらお金持ちの印象、ほんま？お金持ちなんかもしれん、ばあちゃん。昔の扇風機はダイヤル式、あ、こういうやつ？アンティーク家電茶色が多くて、食べ物しっかり茶色は正義だと思う。確かに茶色ってなんかしかも落ち着きますよね。そうそう、木のぬくもり、土の色、自然のカラーだから。扇風機50年やば、50歳の扇風機、茶色みたいな人間になりたいですね。はい、何時までする？もうそろそろ終わります。それでは誕生を読んでいきたいと思います。13位まさじさん、12位しけんまじんさん、11位じゅの、あお、13位むけんさん、12位まさじさん、11位しけんまじんさん、10位じゅのらにかべぐれさん、9位おおかみさん、8位長崎県民さん、7位長谷川さん、6位つぼゆうすけさん、5位こもちんさん、4位デブニャンさん、3位ツインテールかわいすぎて彼女にしたい俺さん、2位まささん、そして1位はドゥルルルンしちゃん中原さんでした。ありがとうございます。そして今日のラッキーナンバー22は丸三角四角さんでした。ありがとう。はい、それでは今日も一日お仕事、学校、勉強、部活、バイトある方はコメントいきましょう。今日も一日バイトルーム、せーの、エリエリ、おー。私も今日はまあね、長くないんですけど短いお仕事が2つあるので頑張りますが、でも配信もたくさんする予定なのでね、お暇のある方は